安藤信友は、江戸時代前期から中期にかけての大名。備中国松山藩二代藩主、美の国加納藩初代藩主。下には、十四位下、津島守、自重。津島守系安藤屋四代。六万五千国。享保七年、徳川吉宗の知性で老中に任ぜられる。文化人としても名高く、特に徘徊では、冠里の号で知られ、佐藤では、 五か流の創始者となった。徘徊抑止、宝居企画の門下、号は、冠里、安藤茂弘の長男として誕生。天長元10月28日、11歳で五代将軍、徳川綱吉に初おまみした。上京2年、長戸守に除任する。元禄11年8月9日に、父が死去し、10月3日、幕府の許しを得て、 微中松山藩六万五千国の家督を継いだ。法営元年に創社版となり、法営六年には自社奉行を兼任する。法営八年二月十五日、身の可能に転覆される。聖徳三年に自社奉行を辞めるが、教法二年に再び自社奉行となる。翌年に大阪城代となり、さらに教法七年には八大将軍、徳川吉宗から老中に任じられ。 教法の改革の推進に関与した。長男の松千代は、溶接、次男の新駅も14歳で創生したため、父の重定にあたる、新州を養子に迎えた。教法12年6月7日、京子とした、新州に先立たれたため、同月22日に新州の長男、信忠を、改めて京子とすることを幕府に願い出て許される。教法17年6月に病に伏せ、 7月25日に62歳で死去した。曽祖,祖父、安藤重長が中高回帰した江戸小路町の住み鏡に葬られた。葬名は、県誉れ深し明龍徳院。宝井企画に指示し、水間千徳などとも交流があった。様々な書物で、たびたび紹介され、最もよく知られる国、雪の降る寒い日に、過去で江戸城へ途場する途上で、 酒屋のデッチ小僧が薄着に座しでご撃起をして回っているのを見かけて読んだものである。孫重人は酒屋のデッチのことで自分の子にはとても真似させられないが、あのデッチも同じ人の子なのにとても不憫である、という意味である。また、信友が藩主だった頃の備中国末山藩内では徘徊が流行した。信友は,はじめオリベリューだったが、後に与熱たもの次男伝。 剣の門人となり、千里宮からそのままの形で、細川三歳一尾より、伝剣へと伝授されたと言われる三歳流を学んだ。その後、三歳流を基本として、織部流を組み合わせることで、独自の流儀を確立させた。これが安藤家で、五花流として代々伝えられて、今日に至る。ありがとうございます。